はい、じゃあ話しやすいな。前はどういう判断をした？まあ、言うけど、もじもじ。うん。俺、お父さん怒るぞ、お前。お前も。そう、あんな層潰れちゃいますよ。お前、なんでもっと早く言わんなって今言ったんだけど。行ったれ、俺も行った。俺もわざわざ行ったんだ。おー、今お前に言いたい。見てるかもしれない。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。いいですか。ここから。安いか。ああ。お願いします。それも。ちょいちょい今フローラし。飲める。今フローラし。パパ。ちょいもあの。でまだそのままなんだけど。おお。動画でどうでしょう。出たる。もう動画で出たるでしょ。勝手に来てるでね、もう。社長先生でいいんだ。うん。気持ちいい。今日何来たか分かります？ほら、俺、仕事から帰ってくる時にあやから電話って。これ持った方がいいの？え？持った方がいいの？どっちもいい。まあでもいいんじゃない？聞いてあると。息子のあれだし。言うたからにもこれ無理やり取らせろって言ってじゃあやめて話もうほんと聞いてる。俺はちょこっとしか言ういいだから話しちゃいました。お疲れ。いい意味じゃない社長先生いたぞ緊張する。あ、足崩しいよ。足崩しい。勝手に俺が決めることじゃないけどお時間いただくと正社しちゃうけど崩していいですか。好きにしてって言ってはい、お疲れ。そいつの話らしいな。ってそれもやーっとしょうで動画しようぜって面白いです。俺にちなみにユダカが撮らせてたわけじゃないでな。変にカメラ回ってるとかなんか言いたいとかじゃないからな。もし働いてどんだけだ。3ヶ月か。いろいろユダカとも話しちゃう。ほんとどういう結論だったの。いやいや、まあ、豊かが聞いてるけどお前の口から聞きたいなって見せる。ありがとうございます。すいません、なんかビールまでいただいて話したの。何の話をしたの。やめるって話をしたのか。お前上からだなパパ。そういうのそういうのそういつがないもんしょうがないよね。ちなみにミオっていうのはまあオチの息子だね。ん娘、次女、ミオ、ミオね、あ、娘がカメラマンで、うん、娘の弟だな。弟で、まあこういういろいろ出会いでつながりで豊かなところで働いて現在3ヶ月で何ぶっちゃけ辞めますって言ったんだ。でどお前の中の豊かから違って聞いたけどお前はどういう判断をした。今どういう状況で止まってんの。だって辞めてないわけじゃん。だから今月いっぱいで辞めますなとかそういうのがあるだろ。3月いっぱいで。なんか俺言うけど聞いてるのとちょっと違いますよ。俺も周りから聞く話してね。そうなんか俺と知らんかった。ひどが聞いてるのとは堀川翔にはそう言ったんだろ。3月いっぱいで辞めると。豊かは違うんだよ。全然初耳で。豊かにはでもまだ言ってないんでしょ。いや話したんだ。3月で辞めると。あ、そこはまだ話してないんだ。お前そういうのが言ったみたいな感じで出す、ね、お前その豊かに話をしようにさ周りにさって言って周りから固めるのダメじゃね。あ、それはいかんな。辞めるなら3月いっぱい。辞めるな。いや別にそういうわけじゃないんだけど、もう逆に言ったらさ、豊かが3月いっぱいは頑張れって言ったと。頑張れっていうか結局今僕が面倒見てないじゃないですか、うん、でその中でまだ何も学んでない中で僕と全然違う会社のやつと絡んでそこのあれが嫌だっていう理由で辞めるんだったらそいつまた僕のとこにいるのに話変わってくるじゃないですか。でそうすると僕もなんか要は応援で違う会社に行ってたわけだ。そうで、うん、それなのにそれが嫌だから辞めますじゃなくてそれが嫌だから相談っていうのがなかったんですよ。あ、
それが嫌なで辞めるって言ったんだ。俺は聞いたの違ったで、また。まあ、いろいろ重なってるじゃないですか、多分そういうのが。ただ、僕はまだこの僕のとこ来て何もこう手かけてあげてない状態で、そのオチ君だったり、そのカッチャンに対して、なんか僕も、プライド的になんか嫌だし、ちょっと少しはやっぱ何か学んでってほしいなっていうのがやっぱあるんですよ。だけど、やる気がないから辞めるっていうんだったら僕辞めてけって言ったんですよ。その教えとる奴らがかわいそうだわって言って、可愛がってもくれとるし、今僕もさっき初めて聞いた3月辞めるって思うんだったら僕辞めたった方がいいと思うんです。うん、それだったらですか。だけど、僕は僕でなんか教えたいし、一人前に。あ、やめた方がいいってのはもう3月辞めるって決めるんだもん。別に今日辞めるようじゃないけど。うん。だったら、そこに、俺にその仕事に気使ってってやるぐらいだったら、まだ仕事別にできるわけじゃないから。その気があって、総一郎に対して教えてくれる人が、に対して俺は失礼だと。回ってる？はい、回しました。あ、ちょっとパッチンだけ。あ、ちょっと一回パッチンやって。で、今日の動画で、総一郎が辞める辞める。そうそうそう。今日のそこもそうか。いや、俺もそれ聞いたから。まあいいんじゃない、まあ、まあそいつらにとってもいいんじゃない、こういう時にこうやって話すのは。ちゃんとお前が変な風になっちゃうから。俺も嫌いになっちゃうから。こっちには行ってる、こっちには行ってる。そうそう。それに対してユーザーがどうするかとか。リザイアもお前もうちょっと頑張ってくれっていうのかも、やっとなったらやめてけってくれるかも。そんなけのもんだもん。しゃべったんですけどね、前回。そういうの、本当にやる気がないって、いや、やる気はあるんですけど、とか。すいません。じゃないですか。そしたらやっぱみんなも。応援したいだろうし、できんやつに金払うのももったいないし、ね、まあそうですね。だけど僕はやっぱどうしてもこうか個人的に可愛いっていうのもあるし、僕のメンツ的にもですか、なんか一つなんかや自分でやらしたいなっていうか、小さいことでもいいんですけど、それすら僕もまだやらしてあげてないんであれなんですけど、でまあたまたまその一個また物件が始まるんで、ちょっとそれやって、あ、それは3月か、2月の23からですね、うん、っていう。マッキー話しちゃうことは、でもお前がだってみんなに言っとること嫌いんだよね、翔くんとかに言っとんだろ、理由も理由は言っとるわけじゃないの気まずい、まあ、理由って文字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 そうよ、俺はお父さん怒るぞお前お前もそうですね、変に気遣うことじゃないですよね、うん、まあ、あっち行った方がせっかくダラ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 やる方がダメだよね、そうですね、ただでやってるわけじゃない、ただでやっとるだったら別にいいけど、そうだ、学校じゃないんだ、ここは会社なんでさ、それあっちしちゃうよな、マリクムちゃん別に俺間違ってないと思うから、一番いかんのは言わんこと、そうっす、うん、みんなが生まれるために動いてる、そうっす、これはいいよ、俺みたいになってるから別にこれ今日は生まれるためだよ、今日は生まれるためだよ、俺14歳の時から酔っ払って言ったの、今の話聞いちゃって、じゃあ3代の時から、これ上行こう、昨日全然上行こう、飲んでる、あ、泡を見えるに、あ、動画で見てください、あ、逆に親子が気遣って目離れていく、で、俺らも抜け取った方がいいか意味ねえみたいな、そう追ってくれた方がいいんじゃないの、お前も言いたいことあるのはやっぱそれも力だよな、やっぱ親がおる方が話しやすいのか、それもはっきり言った方がいいぞ、追ってほしいのか、いい、そうだよ、お父さんお母さんいい、一人で話したい、お母さん、いや、お泊まりたかったらお泊まりよ、いや、これもいいチャンスじゃないと思うんだよね、俺は、でも俺が思ったのっていい、うん、多分俺の感覚的にそいつら別にそんな考えてないと思うなんかそんな難しく考えてない、やって楽しかったらいいんじゃないぐらいなんかそんな気するの、そのやめるやめる、いや、言いづらいはあるだろ、でも絶対俺あると思うけどな、やめるっていうのはやっぱ言いづらい、だって入ってきたばっかでさ、うん、そうそう、で、次のステップがあるんだろ、一回話して、いろいろ考えて、また後で考えてもらうんだろ、で、多分それを先にみんなに言っちゃったで、ちょっとごちゃ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 、だからさ、俺もびっくりした、たまたま今日ミオから聞いたんだよ、で、ミオは誰から聞いたのって、いや、翔さんからだけど、翔さんがユダカから聞いたか、ミオから、あ、お前から聞いたか知らんけどって言ってたもんね、で、それが本当ならやっぱ俺寂しいじゃん、一回やってみて考えたらっていう話をしたのでさ、もう決めつけとるんだったらもうやる気がないんだでさ、やっていく気がないってことは俺もあれに失礼なことだと思うから、違うこともやってみたいなって思います、おう、まあ、そのだからそれでいいんだよ、はい、じゃあそれ何って相談じゃん、はい、じゃあ何がやりたいって話になるでしょ、わかる、で何がやりたい、そうん、じゃあまだやめる必要ないんじゃない、だから何かから逃げとんだって、お前はそうでしょ、言われるのとか
やれないのとか、そういうことがもう逃げとんの、うん、それがないってことはもう逃げ、それを理由に自分を可愛く見せるとんの、なんかいい、そういう俺らに気遣って言ってるつもりが、お前それ全然気遣えてない、うん、じゃあ見つけるまで俺がいいかって話じゃん、うん、どうせ生活するのって話じゃんっていう簡単なことを言いたいだけで、うん、お前がただそれを理由にして怒られるのが嫌なだけでしょ、うん、で言いたいことも言ってるからそれに納得してもらうことやめやいいっすね、うん、で給料が安いからやめないです、やめてきゃいいし、俺が何度もいくら欲しいんだ、じゃあ5万ください、やれるわけでいいならもらえるとこいけの話だから、うんうん、無理に俺もお前のこと使ってないし、その気持ちは分かるけど、みんな通った道だよな、この業界なんて、こやさ、なんでそんなこと分かるのだ、なんで覚えるのだって、それが嫌だから逃げとるやつなんて俺いっぱい見てきたけど、やっぱそれで逃げたらもう逃げる人生なんだよな、うん、だけどそれで決まったやつが残って、やっぱりこの業界生きてってさ、金の話なのか俺の話なのか俺の従業員の話なのかを分からんよ、うん、でもそれ以外にもう辞めるって理由なくね、ただの言い訳でしかね、でも今のお前は応援先のところが嫌だからって思うんだったら、俺のとこの仕事じゃないじゃないわけじゃん、じゃあ相談なんじゃないのっていう、その決断にはなるわけ、誰も我慢しろって圧力かけてるわけでもない、そうでしょ、いやダメだ、その行ってこいって言うぐらいだったらお前も納得できないのでやめてきゃいいと思うけど、俺は環境を変えたわけでしょ、何よ、いくらめられてる、いや固く考えてなくて、まあ、もちろんただ可愛いで、あとはこうなんか学ばしたい、変わったって言ってほしいんだよな、うん、ただそれだけ、辞める理由に対して相談がないっていうのはやっぱ誰もでしょう、それ何でも一緒、誰かに全然知らない人にずっとで俺と違う現場行って誰かにやんやんワンワンく、まあ、いじめみたいなことされたと、そんな相談を思い出して言える人言えん人おるかもしれんけど、だけどその優位はもう努力の一つでしょ、うん、でそんな相談俺にしてきたかって言ったら一回もしてきてないっていう簡単な話なんだけどな、何が難しいかってお前が喋れんこと、喋る努力をしてないことでしょ、喋ったところで何か言われる、何か思われる、また怒られるとか変に気遣いすぎるだけで、俺別にそういう人間じゃない、難しい、うん、どうですか、どうですか、とりあえず自分で叱るかな、早すぎるもうちょっと酒飲んでるかどう、うん、どうなったの、ね、マジ聞いてなかったけどマジもこれ違う話だったから、もう一杯もらおうね、はい、どうぞ、カメラマンどうだったじゃん、俺の今の話、いや、その通りやと思います、その通りだと思います、まあ、宗一郎くんですか、うん、自分の意見があるんやったら今言うチャンスやね、ほんまに一個、俺はアドバイスや、自信持っていいのは一人間違ってなくて、もうこの家にね、うん、俺なんか全部間違ってるから、うん、でもそのただそれを突き通した時に人がついてきてくれるかついてくれんかわからんから、うん、だからお母さんからもちょっと意見聞いたから、ああそういうことかっていうのも思ったけど、お前の口で豊かにはっきり伝えた方が、言わんのが一番いいか、下手くそでもいいから言った方がいいと思うよ、一番いかんのはそうですねそうですねって言って帰ってって明日誰かに愚痴を言うとか、でも結果3月その追い込まれてってどんどん言えんくてパッてなんか消えたみたいにやってるのが一番よ、俺は良くないかなと思うから、まあ言いづらいよな、はい、でまだイケイケ社長だしな、イケイケじゃないって全然なあ、そんなまだイケイケの若い社長だしな、もういいの、いやだから俺は別にだって同じことしか言ってないもん、うん、前喋った時とか変わってないから、うん、何も、うん、聞きたいことはもういいの、足崩しちゃう、崩しちゃう、崩しちゃうけど俺が崩しちゃう、手でけえなお前、お前手でお前足崩しちゃうんだよ、これ手でかい、もう言いたいこと全部話したの、もういいの、もう本当だよ、何も言わんかったけど、お前分かったね、3月ごちゃ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 言ってたら多分埋めるぞ、ないない埋めるぞ、揉めるぞ、あ、揉めるぞ3月どの、いや周りが聞くのはやっぱ悲しいじゃん、そうそうそう、だからそれが俺は正直今日あったのよ、うん、見たこと言ったけど、本当だよ、そうだよ、圧力ある、いや、ないでしょ、俺絶対言いづらい、やっぱ言いづらい、まあ、でも言いづらいですね、多分
その俺だからとかじゃなくて、その辞めるっていう話はさ、特に俺にこう期待されとる、俺の期待が重いんだと思う、逆に言ったら。そういうのもあると思う。まあ人んちの息子はしね、だし、俺も可愛い可愛いでさ、ね、落ちんとこの息子だから、そう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 、それがちょっと重いのもあると思う。そういう、そういうので言いづらいってのは絶対あると思う。結局3月辞める。いや、そうでしょ。どうだった、それははっきりしとけよ。辞めんだ、そんなにね。辞めるか辞めんかは決めるとかいいんじゃないの、前の中で。決めれんくない。それ死んだ俺またカメラ持ってくるぞ。なんか決め、でも俺らの話の中で決めれんくない。あ、どういうこと、俺は全然聞いてなかった、マジで。だから結果、その、俺の会社ごとでやるやつがあるから、うん、それ一回やろうよと。それで決まりでいいじゃん。で、なんか、それで考えてみたらっていう、その何も決まってないなら。その現場行って、そうそうそう。で、もう、やめるや、もうってなるんだったら、その何がだってその、理由か、根本的な理由か俺は分からんけど、いやいや言われるのかとか、この仕事がとか、あれがとか、言ってくれや、俺もその仕事があるよとか、もう別にできるわけじゃん、俺は。別に、トビだけでも、いろんな付き合いがあるから。もともとそいつらがその辞めたいって言ったきっかけは何なの？マジな理由は。うん、そうだよね、そこで。今、うん、せっかくや、まあみんなも、また二人で話すけど、雰囲気違うと思うけど。確かに。私も本当ぶっちゃけそうだよね。スーツシーンっていうのもあったんだろ、うん、他には。他にもあるそれ、スーツシーンとは。それちょっと応援先のところですか？めちゃめちゃ年やすくもしい。まあまあ、まあまあまあうざいらしいな。すごいらしい。まあまあうざいな。まあ、行ったら行ったれ、俺も行った俺もわざわざ行ったんだ。まあ、絶対で応援先って応援絶対嫌そうだよ。またそいつがまたデロッとしてる。俺はすごいんだ。今お前見ちゃう。見てるかもしれない。そう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 。あ、見てるかもしれない。見てるかもしれない。で、特に若い衆やったら特に言ってくるでしょ。そうそうそう。絶対一番下の弱い者いじめっていうか。そうそうそう。何も言えやつ捕まえて、はい、そういうやつってもうそうだな、うん、っていう、おらっていうやつにはならないんだけど。そうにしか言ってない。ガーガーやつにはもう。多分そうにしか言ってない。うん、ストレスの吐け口されてる、うん、だけどその相談すら俺になかったから、うん、それも俺も寂しいし、やっぱ俺の不感とかな部分もあるんで、うん、なんか言ってくれやす、もう早急に帰れたし、うん、ダメだ我慢しろって言ったらもうやめてきゃよかったし、うんうん、で次の現場はもう豊さんの会社で受けてる、豊本体でみんなやるから、豊はすげえ、うん、こうその何仲いいブレーンのところに今行かしてるから、多分すっげえいろいろ可愛がってもらったなる、うん、変わったんですね。それだって変えた、すぐ変えた、すぐ変えた、聞いた瞬間で、それを聞いたのがまたうちの従業員から聞いた、そうがすごいかわいそうなんですよ、自分を我慢した。でもその我慢が多分まずきっかけになっちゃったんだよ、ずっと我慢してきて、もう嫌だな嫌だな、多分ね、俺がずっとそういう状況と関わってきて思ったら、分からんけど、はい、だけどちょっと待って、そういう話聞いて、じゃあだけどそういう状況の話、これそういう状況の話、あ、じゃあそういう状況の話、それでもうお前納得でいいの、その状況今最後までやるで、で、一回なんて辞めるっていうのは白紙ってこと、うん、お前大丈夫か、そうですよ、いやいや、もう何回でもいいやいいけど、また自分は言いづらくなるぞ、うん、せっかくこういう機会だね、そうだよね、もうその現場を最後にしたいのか、それはもう自分の中で確定なのか、今の中一回だって白紙ってこと、白紙、白紙大丈夫かお前知らんぞママ、そうやって言ってるけど、いいと思います頑張りなさい頑張りなさいと言いたいと思ったんだ、だってそうすると矛盾になるでしょ、豊君は自分のところでやってみてどうかを言ってって言っとるのに、うん、今、結論を出せっていうのは出せんじゃん、そうそうそう、俺は違う、多分思ってないこといっぱいある、豊君言ってないけど、本当はもう自分が辞めたいとか、飛び職じゃねえとか、気持ちが離れとるんかなって、俺は外からね、の意見は。だったらもう、先に言っとった方がいいよって。でもそれが、何、うん、ごめんね、うん。それがなんか、変なきっかけになっとる気がするわけよ、俺は。あ、そういうことか。そう、この飛び職をまだ勘違いしとると、あ、俺の中で思っちゃうわけよ。絶対違うからって、お前の見とる世界、今絶対違う。でもそれを見しちゃったのは俺なわけじゃん。だから俺も、俺とも言えんわけよ。思うと、うん、まだ言うようにはなった。あ、そうですか。今日こういうことがあった、いいことも悪いこともね、うん、今までが我慢だから、逆に今までっていうのは野球、そうそう、あ、逆に我慢してる、そうそう、野球の時に逆に言うのがあるから、
あー、分かるかもしれない、ね、それで上の人にそうやって文句じゃないけど意見はあんまり言わないじゃん。うん、うん、で先輩も経験したわけでしょ。だってスポーツで先輩なんかもう神じゃん。あ、ボルトメロットかよとかだけどやられたから嫌だったからやらんやつっておるわけじゃん。ああそういうことか。俺やられてけどな。俺もそうやられたでやった。やられた。下に対してはやらんから。へえ、うん。それはうちのルールだよね。うん、弱いもんと女の子はだね。でもそういうね話を持ってったにもかかわらずこの間もそうやってプライベートでね。うん、誘ってくれて遊びに行ってね、ボールも連れて行ってくれたりとか、そういうのはありがたいなって思うし、なんかコミュニケーション不足もちょっとあるじゃないですか。だから人とでもっと人にと接していってほしいなってあるんですよ、僕も。なんかそういう言葉っていうか口数が少ないからね。そうじゃないですか。で昨日スノーボードも行ったんだろ。行った行った。昨日連れてってね。だけどこっち連れてる方がさ、連れてってあげたって感じだけど。いや、あげた。連れて行った方は、連れて帰れたっていうか、そういうことかもしれない。連れて帰れたでもいいんだけど、勉強になればいい。そうそうそう、経験ができるし。いや、無理やりでもいいけど、あ、こういう人たちもおる、あ、こうやって接してくれる人もおる。あ、なるほどな。あ、それ連れたな。うん、そうそうそう。だって、全員従業員。従業員とか、友達とか、あと、元従業員のソイチロと同い年の子とか。よで、それを一緒にわざわざ二人で一緒に、あの、借りてたじゃん、車二人隣同士で乗せて、同い年だったんで、同い年だよって強調して言って。めっちゃ気使ってんだもん。そう、俺はね、いろいろ考えてよ、本当に。そこで仲良くなればさ、いろいろ払われ、俺らに喋れんことも喋っていける友達も増えるだろうし、なんかもっと利用すればいいんだよね、まあ、逆に。その、なんか偉そうに言うつもりもないんだけどさ、俺のブランドってあるじゃん。すごく仕事でいろいろいろんなのをやってみてさ、それをうまいこと利用したらいいじゃん。いろんな人がやっぱ可愛がってくれるわけじゃん、うん、今のところもそうですし。うん、そう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 、うん、そこに使われるなんか変にわーって言われるんだったら、あでもいや、いいよ、もう明日から混んでなって、そいつも使われとんなんでさ、上をって、うん、だけど俺のブランドが繋がってるじゃん。そうで俺のブランドがあって、もう僕じゃ手引きますよでもいいじゃん。絶対困るから。俺がおらんくなった方が絶対困るって。俺も。全然動画使っていいの？いい、全然全然全然いい。全然いい。ああ、全然いい。うちの若い人、そういうこと。いやいや、もう間違いないもん。で、そいつは偉そうにしとるけど、兄弟二人でやっとんだけど、うん、で、俺の段取りがいいだのさ、うん、なんか俺のことをぐるぐる言っとるらしいんだよ。うん、らしいんだけど、で結局金と、人と、うんうん、どっち、うん、まあその実力とじゃないけど、うん、どっちがついてきとんだって絶対俺なわけじゃん、うん、そいつが俺の若い衆に俺の方が段取りとか、うん、俺の方が仕事できるとか、まあ、そんなことどうでもいい俺からしたら、うん、結果じゃどうなのって、お前がそんな使い方しとるもんで兄弟しかお兄ちゃんしかいねえんだろって俺そいつに言った。ああ、なるほどね。だからそいつが何言おうが何言おうがどうでもいいわけよ、うん、俺がいいとかあんたのこうだろって俺そんなこと言わん。ああ それすらかっこ悪い。40いくつにもなってさ、うん、比べるとこじゃないでしょって、お前誰にそれ通用する話だなって俺思う。ああ、そう、誰が、あ、そんな、そうなんですか、会社の規模どれぐらいなんですかって一人親方だよって、お前大丈夫かって俺言っちゃう。そんな人しゃべるすごいよ。あ、そう、ね、想像を超えるぐらい、ね、想像を超えるぐらいいじめられたな。何を言われたの、どこで言ったらよ。それも武器や。いや、いいと思う、いいと思う。だからそれは俺のブランド使いってことでしょ。殴られて、殴られますよ。それしたらだってもう徹底的に俺もあれだよね、もう動くしかない。お前の若い人でいじめられたって思うんじゃない？違う違う。でさ、それが違うんだな。俺嬉しいのがあってね。俺の若い衆、あと二人そこに入ってたかな。うん、で、そいつらはまあ普通に全然仲いいんだって。うん、で、まあでもそいつらは総にめちゃくちゃ怒ったりもするわけよ。うん、だけどそいつが俺に、いや、あれはもういじめですと。うん、でも、あ、 そいつが俺に相談してきた。あ、そう、あんな層潰れちゃいますよ。お前、なんでもっと早く言わんって今いたんだけど。あれも、そんだけやっぱ、そいつも思ってくれてるし。そうか。そいつ、じゃあ次回、そいつ取りに行こうか。はい。あ、取りに行こう。いや、リアルです、リアル。ほんまに。愛しい。うん。愛しいな、俺やったら。面白いじゃん。先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよー。じゃあ、宗一郎は保留ー。
一応更新ならじゃなんで言ってダメだみたいな、やめないと思うしね、俺は。おじゃあそんなダサい感じではやめてほしくないなと思って、ね、そうそうそう、またこの引き続きここ追ってまいきます、ね、はい、リアル伝えましょう、リオのこと、はい、面白くなると思いますんで、ぜひチャンネル登録してチェックしてください、お願いします、よろしくお願いします、せーの、また見てるな、また見てるな、せーの、また見てね、おい、また見てるな、お前が一番でいいよ、せーの